AKB48 の千葉恵里です。これから一蘭以外のラーメンを食べてみようということで、ちょっと一人で、マジで一人なんですけど、本当に見てください。どうしよう、大丈夫かしら。あのアポ撮りもね、自分でやんなきゃいけなくて、ちょっと一人でカメラを回してちょっと恥ずかしいんですけど、ここラーメンのお店がたくさんあるということで、ちょっと行ってみます。あ、すごい、なんかいい匂いが。美味しそう、ここにしようかな。だってここめっちゃ美味しそうなんで、ここにしてみます。アポ取り怖い。こんにちは、すいません、あの AKB48 の千葉恵里って言うんですけど、はい、ここで撮影 OK ですか？あ、大丈夫。あ、本当ですか。 YouTube を回したくて行ってきます。はい、すいません。どうしよう、ドキドキ。ちょっと待ってくださいって言われちゃって。どれですか？あ、これです。 AKB かと思ってます。大丈夫ですか？あ、はい、本当ですか。ありがとうございます。 OK もらいました。ありがとうございます。どれにしようかな。醤油、あ、え、塩辛味噌。わあ、どうしよう。旭川。すいません。これ、この塩って何が違うんですか？トッピングが。あー、トッピング。たくさんあります。いやー、塩ラーメンにしてみます。函館塩にしてみます。画面なんか白いけど大丈夫かな、さっきから。ちゃんとアルコールも置いてある。アルコールしない。楽しみ。ラーメン夜ご飯です。一蘭以外本当に食べないからさ、どんな感じなんだろう。食べに行かないんだよね、一蘭以外。お店もめっちゃ清潔感、誰でも来やすい場所かなって思います。皆さん、旭川ラーメンさん、ぜひ来てみてください。まだ食べてないけど。初めてさ、一人でさ、アポ取り、いつもさ、テレ東のさ、番組とかでもさ、全部真帆ちゃんに任せてたからさ、どうなるかと思ったけど、お店の方が優しく、心よく OK してくださいました。お待たせしました。おだて塩です。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。めっちゃシンプルなんだけど、めっちゃ美味しそう。うわ、スープ絶対美味しい。うわ、絶対美味しい。いただきます。まずはね、スープから。待って、うまっ。やばいやばい、美味しい。麺ね、いただきます。あとめっちゃ猫舌なんだよね。いただきます。やばい。めっちゃ弾力、やばい。やばい。めっちゃ美味しい。一杯で満足度がやばいやつ。ご意欲。チャーシューいただきます。私、こってりした
ラーメン好きじゃないんだけど、こってりしすぎずめっちゃ後から塩っていうのが来るからめっちゃ食べやすい。普段あのラーメンにネギとか入れないんだけど食べてみますね。ラーメン屋さんあるんですね。マジで美味しい、本当に美味しい。一人だと何喋っていいのか分かんない。ニットさんの偉大さって本当にすごいなって思います。いつもありがとうございます。やばい、まあ、あと残りちょっとになっちゃった。無限に入るんだけど、お店の方がめっちゃ優しくて、私がアポ取り一人で行っていいですよって言ってくださったのはとても嬉しかったんですけど、 YouTube でって言ったら誰ですかって言ってくださってチャンネル登録してくださいました。めっちゃ嬉しかった。寒いからめっちゃあったまる。メンマ食べてみようかな。メンマってタケノコ、何キノコ、タケノコ、メンマ食べてみる。いただきます。うん、美味しい。最後の一口、マジ最高。こんな美味しいお店あるんだって新しい発見でした。ごちそうさまでした。初めてラーメンでネギ食べた。あとメンマ食わず嫌いだけど普通に美味しかったです。ありがとうございました。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。撮影のご協力いただきました。ありがとうございました。マジで美味しかったです。渋谷にあります、どこかわかんない。初めてのアポ取りがこんなに優しい方だったので、ニットさんになんか無茶ぶり的なのされた時怖いです。風やばい、マジで。みんなバイバーイ、中見てね。あ、寒い。狙ってます。頑張れ、みーちゃん、頑張れ頑張れ。頑張って、お店の撮影許可を取ってます。大丈夫かな、リリーちゃん。まさかの一発 OK で